お米の精米をして、うん、でここでたくさん鯉を飼っていて、昭和7年か8年頃にちょっと子供たちのために水道の鯉を、うん、話したのが、含めてグッテイスト発信しようとしているの。古橋修造のあえちょっとどっか入れとくなんか、あなんか飲みやすいなとか美味しい、うん、そうなんですよ古橋修造のじゃあアンペルマン、えどうぞどうぞ、どうぞこんにちは、どうぞ雨子のあれですね、毛利元就見とったら雨子の陛下に亀井っていうのがいて、その人がこっちに来たんですよね。で初代の亀井の殿様のお姉ちゃんかだったかなが山中鹿之助のとこ嫁いでて、で山中鹿之助のその碑もここにあるんですよ。ちっちゃい祠みたいなの、うん、なんでここに山中鹿之助と思ったらね、なんか親戚みたいなんですよ。それでここの踊り、あの盆踊りはその時になんか城攻めをした時にうん、だから鳥取の方から持ってきたんですね。なんか一生懸命亀井の色作りに命をかけて、でこの詐欺はそれから持ってきたのか、ね、そちゃカオスさんっていう女性があの詐欺人に出たマシレさん、あの方を題材した小説も書いてたんですよ。それはあの神人カオスさんの人で持ってますね。そうですか。よく綺麗な